根駅伝袋の最初の6区のスタートは時差スタートとなり、まずは往路優勝を果たしたチームが8時にスタートします。その後往路終了時のタイム差に従って各チームが順番にスタートしていきます。往路終了時に先頭から10分以上の差がついたチームは8時10分一斉にスタートすることになります。例えば5区での山の神と言われるような特出した選手が現れる年は10チーム以上が一斉スタートとなることもあります。この6区は朝8時にスタートするといった時間帯、そして冷え込みの激しい山中のコースであることに加えて急カーブを高速で駆け下りるため足への負担も大きいコースとなっています。芦ノ湖をスタートして最初の 4km の上り坂を上り切ると残りは標高差 840m の山下りとなります。この間選手たちは 100m を14秒台というハイスピードで駆け下りることになりますので脚力を削り取る難しい区間が続きます。箱根湯本駅を過ぎてから平坦なコースになるラスト 3km で失速する選手が多いのはここまでの下りで蓄積した疲労があまりにも大きいためと考えられます。こういったことから箱根駅伝屈指の難コースと言えるでしょう。6区は袋のスタート区間として重要な区間です。往路の好調を維持できるか、はたまた往路の巻き返しなるのか、小田原中継所までの走りが楽しみです。